めっちゃ面白かった。質問のレベルとかも高いっていうか、高校生、大学生、若手、関心を持ってくれてるっていうのは良かったなと思って。教えてやすえちゃん。山形成熟2回目の今日は菅野詩織さんに来ていただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。めっちゃ面白かった。すごい質問のレベルとかも高いっていうか、どうやってあの皆さん集まってきてるんですか。今までやっぱり政治関係って知ってる人に声かけてちょっと来てっていう感じだったけど、もう全く真っさらで、お広く公募をかけてで来ていただいたのがあの今日の方々。なんで来てくれたのって聞いてみたら、一人は高校2年生で国民民主党が予算に賛成したことがあって、あ、野党って反対ばっかりっていうそのイメージが覆ってファンになってきましたって、お母さん連れてきましたみたいな。そう、二人連れがいて、いや船山さんと会う機会があってとか言って、めっちゃ気さくでびっくりしてって言って、でなんかあの来るようになって、そしたらなんか職場の友達にこういうの行くけど行かんって言ったら、じゃあ行くよみたいな感じで二人で来たとか言って。嬉しいですね。高校1年生のまた別の学生の子も、ね、補選だと死に票はどうなるんですかっていう、そこの対策私たちもちょっと考えてなかったような持ってなかったから、うん、これ宿題ですし、ですね、こういうやっぱり宿題ももらえてちょっと、うん、びっくりしました、まあ、高校生、大学生、若手、非常に平均年齢の低い皆さんが関心を持ってくれてるというのは良かったなと思って、うんうんね、今日の講師が本当菅野さんで良かった。だから政治家じゃない立場で政治家も経験して、で今民間を経験して、そして学生もこれからチャレンジしようとして大学院1年生になります。そういうね、いろんな立場の中でこう意見が言える、私すごく印象的だったのが冒頭のね挨拶の中であった政治家以外の人が政治に関心を持つ国はすごく民主主義が成熟してるんじゃないかっていうところは、あ、そうだなと思って。政治家じゃないけど政治するっていうことが揶揄の対象じゃなくって当たり前だし、市民として立派だよねっていう、そういう社会を目指したいし、その問題意識の質問もとっても多かったですよね。やすえちゃん、現役時代のね、あの質問の中でも保育園落ちた、あの質問も政治じゃない人からの声を拾って伝えて、それがまた市民を動かしてっていう、そういった形だったじゃない。そしてそれがもう今所得制限、なんか外すって言ってみたり、なんか残すって言ってみたり、おかしいよねって今こう揺れてるところで、当事者とか子育ての団体の市民社会が動いて、まあ、会見をしたり、分かりやすくあの SNS 使って表現したりっていうのを今やってるじゃない、子育て政策とかいうものが政治のなんかこう枠を超えて外から動かす力とかルートとか市民と政治のつながりのなんかこう流れみたいなものがここ数年やっぱりどん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 太くなってるっていうのも、 それを近づけた一つのきっかけが私あのね質問だったのかなって気がするんだよね。やっぱこう直接働きかける、あ、動くんだ、でそれで市民も動き出してね、いろんな声を伝えるようになって、今日質問でも出た例えば選択的夫婦別姓とか LGBT の問題もずっと前からあった問題だけども、でも表に出てこなかった、それが表で言えるようになったってすごく大きい変化かなと思いました ね。身近な問題やそういう困ってる当事者の顔が見えやすい問題の先にやっぱりほら憲法とか経済とか安全保障っていうような話があって、でそこのところも一般に近づけようと、あのしてるのも私は国民民主党で一緒にやってきたし、憲法なんかの議論も全部公開オープンにしてね、そうあのやったっていうのもなんかそれがこうこれからも普通になっていくといいな。今日ほら、ね、憲法の話するかどうか若干迷ったじゃない、ちょっとね、前段でね最初ね打ち合わせの時にね、そしたら結構やっぱりあの若い方から、憲法の話聞けてよかったっていう声も出て嬉しかった、嬉しかった。緊急事態条項も同じじゃない、緊急事態条項っていうと緊急事態に何でもあり、怖い、危ないっていう戦前の日本とかねナチスとかって言われるけど、逆にそうならないようにどんなに緊急事態でも政府の暴走を許さない、ちゃんと国会見るよ、裁判所が歯止めかけるよっていう、そこを決めましょうっていう提案なんで、そうですね、だから名前変えてもいいような気がするけどね、緊急事態条項っていうね、そうじゃなくて緊急事態にやっぱり内閣もちょっとパワーアップするけど国会も裁判所もパワーアップするんだよとか、やっぱり緊急事態であっても
検閲はしちゃダメですよとか、うんうん、そういうやっぱり歴史に学んでルールを作ろうとかね、そうそうそう、誤解のないように前向きに訴えていけるといいですし、それができるようなあの印象を持ちました。今日は山形で、次回第3回目は5月14日に予定しています。14時から山形グランドホテルで、ゲストはメディアアーティストとして有名な落合陽一さんと菅野雄介さん、お二人をゲストに迎えて第3回目の勉強会政治塾を開いていきたいと思います。ぜひ3回目もご参加ください。よろしくお願いします。